セルヒオ・サンチェス・オルテガは、スペイン・カタルーニャ州、マタロー出身のサッカー選手。カディス CF 所属。ポジションは DF。RCD エスパニオールの下部組織出身であり、2005年4月24日の、レアル・サラゴサ戦で85分に途中出場して、トップチームデビューした。2004から05シーズンの出場は、サラゴサ戦のみであった。2005から06シーズンは、 リーグ戦で11試合に出場し、コパデルレイでは優勝を果たした。2007年1月18日、セグンダディビシオンのレアルマドリード・カスティージャにレンタル移籍したが、カスティージャは2006ゼ07シーズン終了後にセグンダディビシオン B 降格となった。2007年8月23日にはプリメーラディビシオンのラシン・サンタンデールにレンタル移籍し、 クラブ初の欧州カップ戦出場権獲得に重要な役割を果たした。シーズン終了後にエスパニョールに復帰し、9月20日のヘタフェ CF 戦で初得点を挙げて引き分けに持ち込んだ。12月20日のアトレティコマドリード戦では1から1に追いつく得点。2009年1月25日のレアルバリアドリード戦では79分に引き分けに持ち込む同点ゴールを決めた。 結果を残したことで、右サイドバックのレギュラーに定着し、2008から09、シーズンは33試合に出場して3得点を上げた。結局クラブは、西軍ダディビシオン降格を免れた。2009年7月22日、セビージャ FC と4年契約を結んだ。移籍金は400万ユーロであるが、活躍次第で500万ユーロまで上昇する可能性があった。 2010年1月1日、チームドクターから心臓に問題があるとの診断を受け、期限を定めない休養に入った。2009から10シーズンはすでにリーグ戦7試合とコパデルレイ2試合に出場しており、セビージャはサンチェスの離脱後にリーグ戦4位コパデルレイ優勝を果たした。その後、1年以上も実戦から離れていたが、2011年1月15日の フルスエスパニョール戦でベンチ入りし、1月18日のコパデルレイビジャレアル CF 戦で先発出場して復帰した。2011年6月23日、セビージャと同じくアンダルシア州にあるマラガ CF と4年契約を結んだ。遺跡金は280万ユーロ。9月25日のレアルサラゴサ戦で右サイドバックとして出場してデビューし、 2012年1月3日のコパデルレーラウンド16レアルマドリード戦のファーストレグで遺跡後初得点となるヘディングシュートを決めた。2015年6月26日、ギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC へ遺跡。2016年6月27日、ロシアプレミアリーグの FC ルビン火山に加入することが発表された。U-16 スペイン代表以来。 各年代別のスペイン代表に招集され、2007年にデビューした U-21 スペイン代表では UEFAU-21 欧州選手権2009本大会の出場メンバーにも選出された。ありがとうございます。